回は長らく家庭内別居中だったロシアリクガメのわらびくんとよもぎちゃんが同居を再開したので、その報告をさせていただきます。お迎えしたばかりの頃から飼い主が疎外感を覚えるほどイチャコラしていた2匹ですが、わらびくんは数年前からよもぎちゃんのわがままボディが視界に入ると髪が変わったかのように噛みついて愛を表現する DV 画面へと変貌していました。そして去年の秋頃、あまりに愛が重すぎるのでよもぎちゃんは一人身に七野さんの家に転がり込んでいたという深い事情があったわけです。でも最近は気温も下がってわらびくんの発情も落ち着いたと思うので、同居を再開することと相なりました。いつも通りぼーっとしているわらびくんでしたが、何かを察したのか突然のそわそわ。画面外のよもぎちゃんを完全にロックオンからの上陸前に一つ猛進、欲望を乗せたカメレッシャー暗がりへと消えていきました。ただ別居期間中に反省したのか、以前より噛みつかなくなり性格も甲羅のように丸くなったわらびくん、下心むき出しで優しく甲羅を撫で下ろしますが、アウェイ戦でも性欲症なり食欲なよもぎ本体はご健在。今年こそはたくさん食べて勢力をつけて子作りを頑張ってもらいたいですね。今回はリコミの餌をフィギュアに奪われたらどうなるのか検証してみようと思います。今日は朝からまったり温浴中のインド星神の七野さん、早速ご飯を用意しましたが、今は飯より風呂の気分だそうで、なかなか外に出てきません。自分で餌を探しに行かなくても勝手に出てくるこの状況に慣れすぎたせいで、物理的にもぬるま湯に浸かり続けて野生を忘れた前亀。そこにやってきたのはリアルフィギュアのリクガメ1個。最初はガン虫でしたが、餌をガツガツ食べ始めると突然ガンを飛ばして餌泥棒を取り締まる柄の悪い民間団体野菜警察。一方下の階ではお魚生活、若干しいですね。どこに置いても餌は食べずにフィギュアの元へと駆けつけてベンチを切り続けるいびつな正義感。でも大好物のパプリカを目の前にすると、食のためには暴力も辞さない野菜警察の裏の顔。現実では70センチの巨漢、ヒョウモンガメでもフィギュアならワンパン。亀の世界でも食べ物の恨みは恐ろしいんですね。今回はリクガメ用加湿器の水がなくなると LINE に通知するシステムを作ってみたいと思います。湿度といえば亀の甲羅をきれいに育てるための重要なポイントの一つですが、日本の冬は乾燥しがち。その対策としてうちで導入しているのがこちらの加湿器。スイッチボットの温湿度計と連携させて無類の立ち続き、インドシガメの形状を 80% 以上に保っています。美容にこだわるカメンズわらびくんも湿度の高さが気になる様子。でも丸1日稼働させると水がなくなり果ては人工砂漠。そこで今回はスイッチボットとリフトというアプリを連携させています。加湿器の水がなくなると湿度が低くなるので、まずはトリガーを湿度 65% 以下になった時に設定。トリガーが起動すると LINE Notify という公式のお友達から通知が届くので、今回は加湿器アラートというグループを作ってここに通知が来るように設定しました。試しに湿度を下げてみると、加湿器の水がなくなりました。死活問題です。およからぬ知らせ。これで家にいるときは水を補充できて安心ですね。家の外でこの数値が来たときは早く帰るよう努力しましょう。今回うちで飼ってるリカメ3匹を集合させて新発売のリカメフードを与えてみたいと思います。最近ロシアリカメの仮面夫婦が同居を再開したので 1LDK バストより兼用、一人暮らし一般男性に戻ったインド星神西野さん。そこで久々に私給食じきじきフード爆食パーティーを開催することと相なりました。早速西野さんちにわらびくんとよもぎちゃんをアテンドしますが、男2匹はよもぎちゃんに続婚。よもぎ一筋、一途なわらびしと見た目が亀なら等しく愛を注ぐ多様性の西野氏の二等辺三角関係、ほえましいですね。今回与えるフードはマルベリックドライの大粒タイプ。最初はカラッカラですが、水を含ませるとスポンジのようにふにふに。お皿に盛り付けているとつまみ食いしようとぐいぐい攻め込む肉食系かつ草食系な西野さん。みんなのアイドルよもぎちゃんもいつもの塩らしい態度から一変、爆食しすぎて空気の読めないやんちゃ坊主。西野さんも一歩後ずさり、わらびくんは愛も変わらずお行儀よく器用にフードをパクリするも、その後ろを餌を取られた腹いせにフィジカルでゴリ押し通る迷惑系 YouTuber。 亀の世でも悪鬼は良鬼を駆逐する。いくらやられても自分自身が悪鬼にならないよう気をつけないといけませんね。明日は5月23日世界亀の日ということで、うちの亀様に誠心誠意尽くしていこうと思います。世界亀の日とはアメリカの非営利団体アメリカントータスレスキューが亀に関心を向け、知識を深め、敬意を払い、亀の生存と繁栄のための人間の行動を促すことを目的として2000年に制定された記念日。ということは意識高い系の愛機会にとってはあたぼうかと思いますが、まずは亀の日を祝して久々にうちでブリブリに育った大好物のうちわサボテンを与えていきます。ハンディサイズに切り分けて細かいトゲを取り除いてから顔の前でちらつかせると、咀嚼という文字がないタイプの辞書を持っているリカメはくちばしで程よい大きさにカットしてからサボテンを丸飲み、まるで上ばみ。その後も絶え間なく食らい続けて、トゲを抜かれて丸くなったサボテンはトゲコンボのような見た目に先導返り、リクガメは毎日重い甲羅を背負いつつ、廃校と復興に挟まれた甲羅の中間管理職。そんなストレス社会に生きるお疲れ気味の現代ガメの前足をもみしだく、目を細めて恍惚とした表情を見せるワラビシはまんざらでもない様子。いや、まんざらでした。明日は一日皆さんも亀のことを思って過ごしてみてはいかがでしょうか。今回はロシアリカメのよもぎちゃんが4月に合計6個の卵を産んだので、リクガメ用お赤飯を作ってお祝いをしていこうと思います。リクガメは産卵する2、3日前からケージの中を駆け回り、後ろ足で試し掘りすることで、卵の孵化に適した環境下を足ため、1日何時間も狂ったように掘り出すので、産卵後の後ろ足は産んだ側なのに、まるで生まれたての子鹿のよう。まずは皆さんおなじみイタリア出身のおしゃ野菜、トレビスを細かく刻んで、ささげ代わりのリクガメフードを混ぜるだけ、仕上げにごま塩代わりの白い粉をかけたら、ほら赤飯。ただのトレビスサラダでは？と思った方はお口チャック。それでは早速与えていきます。食卓にお赤飯を置いてみましたが、
よもぎちゃんは嬉しすぎて、あさっての方向へ方向。花のそのままのお口でパクリ。わらびくんは目の前に餌があるにもかかわらず、隣のトレビスは赤く見えるようで、よもぎちゃんを羨望の眼差しで凝視。ついでに、インドウシガメギシクノさんにも、面と向かって、産みましたと建前上のご報告。そのさりげない会釈から伺える育ち。なぜか指に向かう矛先。育ちのいい荒くれレディの爆弾ですね。今回は新鮮なサボテンの新芽3兄弟を。リクガメたちに与えてきます。大きな大人サボテンならば、ピーラーで棘を処理するなんて造作もないですが、子供の新芽の場合は、トゲまみれ。新芽は大人サボテンに比べて、トゲの密度が高く、人間が触る隙なども応答ない。サボテン界でも思春期には周りに対して尖り散らして、数年後には若気のいたり、そこで今回はトゲと肉体が一体化しないよう、まずはピンセットで新芽を並べて、術式開始。ここで皆さん待望、料理好きなお釈迦帝と、サボテンを炙るリクガメ飼育者しか持っていない、バーナーを使ってトゲを無力化していきます。スローで見ると、見事にトゲだけ燃えているのがわかります。文明の力にあっぱれ。炙り終われば素手でも、仙人の手のひらごとサボテンと握手して、友好条約を締結可能。それでは早速与えていきます。まずは草に隠れたインドウシガメギシノさん。炙りサボテンを見せるとすぐさまお口を開けて。大あくび。一方、ロシアリクメヨモギちゃんは、イサバの上で文字通りの全裸待機。からの猫にまたたび、亀にはサボテン。人にとってはお耳のごちそう。炙りによって香ばしくなったサボテンは、カメラのハートをノックアウトする鬼滅の刃。夢とサボテンを乗せて運ぶ。リクガメトラックの化石祭にはご注意。今回は一緒のケージで暮らしている、ロシアリクガメのワラビとヨモギの距離感が最近バグっているのでお見せしたいと思います。一つ屋根の下で暮らし始めて、早3年になる2匹ですが、1年を過ぎた頃からヤサガメだったワラビくんは、ヨモギちゃんの妖艶なプリケツを見ると、雷のヘドバンからの噛みつきで求愛するデスメタル系 DV ヨットへとジョブチェンジ。それに耐えかね、何度も家庭内別居を繰り返し、互いに推定3歳、若年離婚まっしぐら。そこに残るは虚無感と亀と時々混沌。ところがある日、ケージの陰から給食を編みた。おしとやかなヨモギ音体じきじき、わらびくんと能動的な接触。普段と異なるヨモギちゃんの営みによって、急に潮らしくなるわらびし。その様はヘドバンされた時のヨモギちゃんそっくり。飼い主もびっくり。パーソナルスペースの概念が気沈みになったのか、社交性が貫通して貫通バグを起こしそうな距離感です。その後は夫に対して母性を発揮し、寝かしつけ出すコモリガメ。それに呼応し、甲羅の中でまんまとまどろむコモリガメ。マイペースで昼寝好きという、亀のステレオタイプな姿を見せれて、リクガメ冥利につきますね。今回は家を飛び出して東京から180キロ、火山の島、三宅島へ海に住むと言われる亀に会いに行こうと思います。このチャンネルをよく見る皆さんならば、亀といえば大地を踏みしめて歩くリクガメをイメージすると思いますが、実はこの世界には大海を知る亀、ウミガメという生き物が存在します。今回向かったのは伊豆諸島三宅島のお隣、イクラ島。その周辺には南半島イルカがわんさか生息しており、完全アメイの群れの中、優雅に泳ぐ高メンタルなウミガメを発見。前足を広げて泳ぐその姿は、持ち上げられた時のリクガメのそれと完全に一致。その亀に連れられてやってきたイルカの大群は、まさに絵にも描けない美しさ。でもそのうち一頭がこちらに寄ってきて、自慢のくちばしで人間への洗礼の寸止め。身をもって知った海とイルカの恐ろしさ。うちの亀たちも心配なので、名残惜しいですが土産を買って帰宅します。三宅島で見る亀はこれが最後ねと寂しそうにつぶやく名残亀。リクガメたちには伊豆諸島の特産品アシタバを贈呈。セリカ特有の癖があるアシタバですが、無類の癖好きインドシガメギシノさんはのべつまくなく食らう食らう。ロシアリカメヨモギちゃんは雷のしかめっ面でごちそうさま。無言で感情の機微を伝える縁起派亀は健在ですね。今回は今年の4月に生まれたロシアリクガメの卵から、ついに赤ちゃんリクガメが爆誕しました。一生懸命産んだ卵は人間の手によって即回収。殻のフランケの中で温めること約2ヶ月。いつも通り小鳥のさえずりとともに爽やかな朝を迎えて卵の様子を見てみると、卵の一部にひび割れを発見。これは卵殻を割るためだけに作られた卵子というニッチなパーツによる修行。リクガメ界の隙間産業の賜物です。数時間後には本尊自らご開帳して拝むしかないご尊顔。でも現世の光が強すぎたのか、殻の中でも甲羅にこもるアマゾン張りの過剰梱包。小亀専用ケージに移した後でも1週間は地面に潜って過ごしています。お腹側の腹腔には栄養たっぷりのヨークサックが備わっているため、しばしの間は空腹知らず。孵化後1週間経った頃には吸収されてなくなったので、試しに野菜を置いてみると、前足をがぶり。ファーストバイトは自分の角質。地面に潜って甲羅の保湿。若い頃から食欲小なり美容欲な、意識の高い四大欲求。その後は初見にもかかわらず、野菜を餌と認識してためらうことなくがっつくがっつく。ただ咀嚼音は皆無。これからは尊敬する両親指導のもと、心地よい咀嚼音を奏でられるように精進していってほしいですね。